斎藤豊は、東京都出身のゲームクリエイター、ライター、自称、文明生物考古学者、オープンブック株式会社社長、青山学院大学シンギュラリティ研究所客員、研究員、ザタワー、シーマン禁断のペット、大玉などの作品を開発したことで知られる。また、アップルコンピューターの研究家でもあり、マッキントッシュに関する著書もある。 2018年4月、55歳にして、生涯研究開発者を宣言し、突如として、慶応義塾大学大学院メディアデザイン、研究科後期博士課程に入学。駒場東方中学校、高等学校、早稲田大学理工学部建築学科卒業。リクルートに入社。在社中に自ら制作した、ビル経営シミュレーションゲーム、 ザタワーが日本をはじめ世界中でヒットし、海外ではシムシティのシリーズとしてライセンス指針タワーの名前で発売。全米パブリッシャーズ協会のベストストラテジーゲームオブザイヤーを日本人として受賞。ゲームクリエイターとしての地位を確立。日経 BP 社ベンチャーオブザイヤー最優秀若手経営者部門賞を受賞。リクルート退職後に 同社にて名誉職であるフェローをご期歴任。その後、ビバリウムを設立し、育成シミュレーションゲーム、シーマン禁断のペットを、ドリームキャスト向きに発売した。これは、ドリームキャストで一番のヒット作となり、一般にも知れ渡る、社会現象にまでなった。シーマンはその後、プレイステーション2やウィンドウズなどにも移植され、文化庁、メディア芸術祭デジタルアートインタラクティブ。 部門優秀賞、ダイムトレンド大賞、米国ゲームデビルパースカンファレンスキャラクターオブザイヤー、日本ゲーム大賞、ニューウェーブ賞など多数賞を獲得した。現在は株式会社オープンブック株式会社の代表取締役を務める。また、シーマンの知見で寄られたノウハウをもとに、汎用の日本語の会話エンジンを開発するため、シーマン人工知能研究所を設立、現所長、 かつては、マッキントッシュのエヴァンジュリスト的存在としても知られ、日本に、アップルが初めて持ち込まれた瞬間から、アップルジャパンが設立されるまでの日米の葛藤と、摩擦を記録した、ノンフィクション、リンゴの木の下で、や、マック開発のオリジナルメンバー及びその基礎技術を開発した、重要人物への直接取材を刊行した、インタビュー集、マッキントッシュ誕生の日はなどを表している。 1999年から2001年までセガの顧問として戦略の策定などに従事。その後、任天堂ゲームキューブ向けゲームソフト、大玉を開発。2007年にはシーマンの続編といえるシーマンに北京原人育成キットが発売。また、発表後の任天堂の Wii のコントローラーに有効な新インターフェース案として、 スピーカーを内蔵させることを提言したことも知られている。ウルトラマン研究所説の解説の執筆者でもある。大のデジタルカメラユーザーで、ライカ M8 やホスルブラード 503CWD などで活動をしている。米国生活経験があり、海外では、言うと斉藤の名で知られる。ありがとうございます。